はい、どうも皆さん、おはこんばんちーは、ジョモラマタケシです。今日も元気に NB2K モバイルやっていきたいと思います。さあ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 皆さん、今、午前0時半を回ったところなんですけど、ようやくです。皆さんにご報告ができます。こちらですね。最高報酬 FF イベント最高報酬ルカドンチッチ残り160ポイントというところで、やっとですよ。これ FF イベントはね、多分イベントの中で一番簡単だと思うんですけど、ただね、ちょっとね、いろいろあって時間かかっちゃいました。で、一応パーティーはね、これで回ってましたね。基本弱いやつが出てくるまで出たり入ったりして、これで稼いでましたね。出るかな、最後の報酬もあのメンバーで回りたいと思うんだけど、1万5000以下が来たらいいんだけどな。来るかな。ジョモラマタケシの NBA TV。 ちょっと全然出ないんで、もう諦めてこっちにして、もう200ポイントでいいんでね。ちょっとこれでもゲットしておこうか。33,700、あ、これでいいじゃん。こいつに飛んでこう。これ勝てばね、ゲットできますんでね。いや、この出入りしててさ、結構、逃しちゃうことって結構あるよね。なんでなんだろうね。よし、やっていこう。これ勝てばね、最高報酬、ルカドンチッチ。俺ね、そういえばね、ルカドンチッチね、持ってなかったかもしんない。なんか使ったことないかも。かもっていうか、多分ないね。持ってないんですよ。だからマジ楽しみ。しかもピンクダイヤモンドで手に入るっていうね。最高ですよ。ただシューティングガーダーもコービーがいるんで、コービーの俺のシュートタイミングね、もうバッチリなんですよ、コービーで。ナイスブロック。まあでもね、第2のシューティングガードとして、まあ使えますね。まあパワーもそんな変わんないし、ルカドンチッチの、まあ、アウトサイドどうせあるでしょうから、あとプレイメイキング力とか、多分使えると思うんでね。使えるって言い方ちょっと失礼だけどね。運んで、お、抜けたかな？おー、しょけい。圧勝ですね。いやー、今回もちょっと大変でしたね。今回特にさ、ちょっとさ、まあ、動画でも出してるから知ってると思うんですけど、2K の最新作 2K21 か。を、まあ、予約してたんで、で、それが9月4日の発売だったんですよ。なんで、今回、ちょうど金曜に来たからさ、土日ずっとやっててさ、こっちにちょっと集中できなかった。あ、ブロックされちゃった。でもちゃんとね、最高報酬はやっぱり、これはもうマスト。もう 2K モバイルの配信者として、やっぱ最高報酬ゲット、FF とドミネ以外だったら、やっぱそこはゲットしていかないとなと思って頑張りましたよ。なんとか。もう出たり入って出たり入ってずっとして、もう地味な作業ですけどね。まあでもそれも間もなく報われます。OK。OK。あ、落ちちゃった。あ、OK。圧倒的勝ちましたね。もうオートでいいかな。よし。3、2、1。よし、勝ちました。これで、目標の最高報酬、到達いたしました。よっしゃー。ジョモラマタケシの NBA TV。真夜中の0時半、ついに、いやー、来ました、6万点、到達ですよ。じゃあ、最高報酬、いただいていきましょうか。いただきます。イエッサー、あざます。ちょっと見ていこうか。ちょっと満ちて、こっちに入れるか。
おお、いる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 。いるよ。やった。どんな感じなんだ。あ、でも、3とミドルが同じなんだ。4つか。5つ欲しかったけどね。まあでも、プレイメイキングやっぱズバ抜けてるわ。シュートオフドリブルもある。なるほどね。まあそんな感じでね。なんとか、私の義務であるルカドンチッチゲットできました。ありがとうございます。またね。また来週もね、またイベントあるんだよね。また頑張りますんで。2K21 もね、ちょっとちょこちょこ動画撮ってるんで、よかったらそっちもぜひ見てください。はい。という感じで、最高報酬ルカドンチッチゲットしましたという動画でございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。